時空警察、ベッカー解放校のエトランゼは、日本の舞台作品。2012年6月20日から6月24日まで、東京都品川区の六行会ホールで上演された。時間と歴史を守る未来の刑事の姿を描く、SF 作品群、時空警察ベッカーシリーズの一つである。会場の東京都品川区、六行会ホール。本舞台公演時に撮影。 2011年11月に上演された舞台作品時空警察ベッカー界のエルサンドレの直接の続編ベッカー界はシリーズ10周年を迎えた時空警察ベッカーシリーズの新たな一歩を踏み出すことをテーマに制作された作品であり本作はその第二弾として位置づけられている時間移動技術を悪用した犯罪を行う未来の時空犯罪者とそれを 追う未来の刑事という物語の骨子は従来シリーズ同様だが本作での仇役は人間によって作り出された人工生命体でありながら人間以上の能力を持つために人間に敷いたげらる存在であり時空刑事は彼らを制する設定とすることで単純な善悪対決では終わらない作品に仕上げられているまた前作で残された謎解きの要素といった楽しみも 含まれている。キャスティング上では、新たな一年目というコンセプトから、前作の登場人物の多くが、本作に登場するにもかかわらず、ほとんどの出演者が、変更されており、元アイドリング、の、フォンチー、元 SDN48 の畑山里志妃といった、正統派アイドルから、魔法アイドルを名乗る沢村かな、お掃除アイドルを名乗る、お掃除ユニットクリアーズの当時のメンバーである、 青市明、フランス語で、見知らぬ人を意味するタイトル、エトランゼにふさわしい個性的な面々が出演している。前述の時空刑事リタを演じる、若手女優の伊藤理沙子、仇役を演じる若手演技派女優の西条、美咲による、善悪ヒロイン対決や、フォンチートゲスト出演の森田良花による、元アイドリング。共演も、話題となった。前作、ノエル・サンドレの事件により、 エトランゼと呼ばれる特殊な時空間が生まれ、この危険な時空を消滅させるために時空刑事たちが派遣された。一方では、囚われのみであった人工生命体のアバンタドールが脱走し、エトランゼの利用により世界の滅亡をも論んでいた。エトランゼは1890年代のドイツ、後に歴史に名を残す物理学者のアインシュタンがまだ少年の頃の時代へと向かっていた。 一部は、昼の部の出演者、ジクミと夜の部の出演者、ソラ組の2グループによるダブルキャスト。以下の字は、ジクミの公演時、ソラはソラ組の公演時のキャストを指す。ありがとうございます。